はい。皆さん、こんにちは。ひろしの G ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、あの、ちょっと武漢のコロナウイルスの件なんですけども、あの、ちょっとニュースでですね、マスクは切ってから捨てて、とネットで呼びかけ、えー、拾って、 再販売するブラック業者に警戒中国っていうニュースがですね、ちょっとあの飛び込んできたというか、あの発見してしまいましたので、ちょっと取り上げてみようかなと思いました。あの、マスクが足りなくて、もうマスクがすぐに日本でもみんなどこでも売り切れちゃうっていうニュースはよく入ってきてるんですけど、まさかですね、捨てたマスクを拾ってそれを <laughs> さらに販売する業者が中国にいるんですね。す、すごいなんかセルフパンデミックっていうか、ええー、と、なんかもう正直その発想はなかったと思いましたので、 え、ちょっと取り上げてみようかなと思いました。よろしくお願いします。でね、まあ、例によってね、まずニュースを全部読んで、本文を読んでですね、ちょっと自分なりの感想をね、あの、述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。 はい、えー。中国湖北省武漢市で発生した、えー、新型コロナウイルスによる肺炎が拡大する中、えー、中国版ツイッターウェイボーで、えー、使用済みのマスクを、えー、ハサミなどで切ってから捨てるよう呼びかけられている。ね、最初これ何やろうって思うよね、えー。23日午後4時現在、えー、これはウェイボーの検索キーワードランキングのトップ5にマスクは細かく切ってから捨ててがランクインしている。うんうん。理由は 捨てられた使い捨てマスクを拾い集めて再販売して儲けようとするものが現れるからだ。だという。<laughs> なるほど。<laughs> ハッシュタグ化されたこのワードは多数のフォロワーを持つインフルエンサーを中心にシェアされている。<laughs> 汚ねえな。しかしマスクをさ <laughs>、再販売ってすげえな <laughs>、えー。新型コロナウイルス、新型コロナウイルスの感染が拡大している中国では、えー、感染者が多い武漢市や甲州市を中心にマスクが品薄状態になったり、えーね 値上げされたりしている一度使用されたマスクが再利用されればさらなる感染拡大を招く恐れがある本当だよね, <laughs> ねネットユーザーからはこれは実際本当に必要今マスクは値上がりしているからそういうことをする輩がいないとは限らない という声が上がる一方で、切る時にマスクの外側を触れてしまうので危険。絶対に切ってはいけないと主張する声も上がっており、えー、論争になっているということですね。やばいですね。これ確かに僕もちょっとツイッター見たんですけど、あの、マスクをこう販売して、なんかそれダメダメってやってるなんか動画があるんだよね。うん。やばいよね。もう正直この発想なかったよ、俺。<laughs> 正直一言、すげえなって思う。 うん。なんか、普通こういう注意喚起ってなかなかないじゃないですか。ね。あのー、なんだろう、マスクを外敵からのウイルスを防ぐだけだと思ってるのかもしれないですね。うん、もう中にこういう、なんかほら、汚いのが、ね、中にあるみたいなのがわからないのかもしれないですね。<laughs> いや、しかし、さすがとしか言いようがないですよね。本当に。まあね。あの、エコだとは思いますけどね。<laughs> まあ今、皮肉だけどね。 いや、すげえな、これ。いやー、もったいないの精神ですね。うん、いや、この発想はさすがですよ。もうほんとセルフパンデミック。 うん。いや、本当なんかク、クロスプレーとか塗ればさ、なんか、使用済みなのとかも、なんか、ごまかせるかもしれないしね。いやー、なんか、小時期にしてもひどいっていうか、なんだろう。うまあ、皮肉だけど、このたくましさを見習うべきなのかもしれないね。うん。なんか、ここまで来るんだったら、切っても、なんか、それをくっつけて再販する人もいっそうだけどね。うーん。 いやー、そんでさ、そういう拾ったマスクを売りさばく販路がちゃんとあるわけでしょやっぱすげーよ、中国は。なんだろう、うさすが4000年の歴史うん。<laughs> むしろマスクってできるだけさ、触らないで捨てるべきなのにさ、ほんとこの理由にびっくりするよね。まあ、でも正直ね、笑い事じゃないんですよ。うん。あの、アマゾンとかさ、中華業者からさ、格安でなんか売り出されてそうで、ほんと怖くねうん。いや、ほんと発想も人種もなんか違いすぎるよ。 すげえなぁ。ね、あのもう本当に細かく細かく刻んで捨てたら今度はさ、なんか餃子の具とかになりそうじゃん。うん。なんか段ボール肉まんとかあったよね。なんか昔ね。いや、すげえなぁ。輸出してないだろうね。マ、ま、スかね。うん。 まあ、こういう考えを平気でできるから、結構ウイルスとかも広まっちゃうんじゃないですかね。あの衛生的なね。やっぱまあ観念っていうのがちょっと低い人たちもいる、いるということですね。うん。想像できなかったわ。すごい。はい。まあね、ちょっと結構パンデミックが起こる理由も少しわかっ。 てきたかなとはちょっと思っちゃいますよねごめんねあの <laughs> 本当になんか悪口みたいになっちゃって <laughs> ただびっくりしちゃったこのニュースはいはあのということでねまあ、マスク品薄ですけど皆さんもあまりねわあ大変だってパニックになって何でもかんでもマスクに飛びつくねまあそんな人は日本にはいないと思うけどもあのくれぐれもねまあこういう例はあるので <laughs> 気をつけてください <laughs> もう気をつけるっつってもな。 <laughs> まあ、買わなきゃいいだけなんですけど、もしかしたらね、あの、新品の袋に紛れて、ね、あの、出てくるかもしんないからね、まあ、本当に皆さんね、あの、本当、くれぐれも気をつけようが、どう気をつけていいのかわかんないけど、気をつけましょう。なんかコロナウイルスもなんかテレビで連日やってるけど、どうなっていくのかなうん、まあ、僕の動画でもね、あの、結局武漢の方に生物兵器研究所は2カ所あって、まあ、そこから漏れたんじゃないかとか、なんかいろんな情報飛び交わってるけど、まあ、皆さん冷静にね、あの、なって、とにかくパニックだけは 不正であのー、なんかな,なんていうんですかねちゃんとパニックにならずにあの節度ある行動をね心がけた方がいいと思いますのではいしっかりとですねいろんなニュース見てはい落ち着いてくださいはいということでね今日はこのぐらいにしておきますありがとうございましたでねあのー、もしチャンネル登録とかしていただけると大変励みになりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いしますねこの件について何かコメントとかあったら遠慮なく書き込んでくださいはいでは今日はこの流れでこのぐらいで失礼いたしますありがとうございました。